江戸川メディアラボがお届けします。チャンネル登録よろしくね。はいどうもご視聴ありがとうございます。今回もですね、ケイコの小さなニュースの詰め合わせ、ミニニュースのコーナーやっていきたいと思います。今日はね、前編と後編あって、前編の方もありますんで、ぜひご覧いただければと思います。後半、こちら、まず最初は、東アジア最高サッカー談話ということでね、ケイコのウルサンと横浜が試合するそうです。はい、横浜マリノスかな。プロサッカーウルサン HD ホールディングスかなが東アジア最強クラブタイトルをめぐって日本横浜 F マリノスと、激突するということで、ウルサンは17日午後7時、で警告でやるんですね。まず横浜相手にやると。で続いて24日には横浜で、二次戦をやるということですね。まあね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。はい、じゃあ次。これは別にちょっとよくわかんないんだけど、私あんま魚食わないから。サバが20点で、20切れですね。で、サンマも3300円。うん。で、ぼったくり論議ができて、出ているという話なんですよ。3000円は高い。私は買わないけど、まあ、サバもあんまり好きじゃないし、あれなんですけど。これ高い。高いよね。高いのチジュのある食堂がサバの刺身20点に3万ウォンを受け取り、ぼったくり論難が起きていると。18日、あるオンラインコミュニティには、論難中というチェジュ道3万ウォン分のサバという題名の文とともに写真が上がってきているということで、写真には切り身のサバの刺身20点が皿に盛られている。なんか寂しいなあこれ。まあちょっとな、ただ置いただけだよな。盛られている。ね、この写真を載せた A 氏は、知事旅行、これがぼったくりなのか、違うのか、としてネチズンの意見を求めた。ネットユーザーの大半は、ぼったくり価格だと指摘したというようなんですよね。皆さんどうですか？この量で3000円は高い。サバ3000円は高い。関サバなら1尾5000円。はい、ということでね、じゃあ次はですね、ちょっと見たくない顔が出てくると思いますんでね、皆様ちょっとお気をつけください。じゃあ行きますよ。こちらでございます。久々にポン。あ、顔はないや。なんかね、ドイツ在外同胞、現地でマレグループ韓国工場閉鎖球団って出てるんですけども、これね、ここおれって思って、ドイツの在外同胞がマレグループ韓国工場閉鎖球団のためにドイツ現地で集会を開いた。この日、集会はユン・ミヒャン議員の提案で進行されたことが分かった。ユン・ミヒャンが企画したと。またなんか企業にたかってるわけですよこれで。ドイツ系の自動車部品会社マレグループは、現代キア自動車に内燃機関空調部品を供給する二次協力会社である子会社マレベア空調に警告工場閉鎖を通知したと。でプサン広域市に位置するマレベアは、マレグループの 100% の持ち分を所有した子会社で、現在160人余りが勤めている。で、工場撤収の理由で売上減少、投資価値の低下などを提示した。しかし、労働者は本社の一方的な閉鎖通知に大きく反発し、工場閉鎖撤回と工場正常化を要求して出た状況だということでね。で、労働組合側は警告工場閉鎖理由に対する疑惑を提起しているということで、マレグループ本社が現代キア自動車に部品納品は維持しつつ、韓国工場の部品生産物量を中国とインド工場に減らすという主張だと。警告文を中国とインドに持っていくところかな。で、売上減少と投資不適合という理由で警告工場を閉鎖するしかないという本社の方針とは相反すると。しょうがないじゃん、別に会社の都合なんだから。撤退するのも勝手だろって思うんですけど、撤退する時にもこういうふうにね、従業員がユン・ミヒャンみたいなね、人とつるんでこうグダグダ言うわけですよ。だから警告に進出すると怖いよって言ってるんですよね。はい、じゃあ次行きたいと思います。こちら。次はですね、こちら、日本のインド太平洋戦略、警告の明日だというね、話でございます。なんかね、言いたいらしいよ。日本が帰ってきた！2013年2月、安倍晋三当時、日本首相が米国ワシントンシンクタンク国際戦略問題研究所で行った演説は世間で広く知られていないが、日本の外交戦略であるインド太平洋地域の先導者論を革新要約している。2013年、もう10年以上前の話なんですね。どんなことを言ったんでしょうか。彼はアジア太平洋、インド太平洋地域がますます繁栄するとき、日本は先駆者的促進者として残らなければならないとし、貿易投資、知識財産権、労働、環境規則まで網羅すると規定したと。グローバル守護者という日本の熱望に言及し、米国と韓国、オーストラリア及びその他同様の考えを持った地域民主主義国家とより緊密に協力すると述べた。もっともらしく放送したが、もっともらしく言葉を飾ったが、私が言いたいわけじゃないですよ。記者が言ってるんですからね。実際には外交安保分野で人心和乱、文禄慶長の役ですね。太平洋戦争に続き、歴代第3の膨張戦略に乗り出した日本の意図を如実に表した発言だったと。なんかパヨリ始めましたね。パヨリ始めたよ。はい。安倍元首相が訪米した2013年は日本が武力行使を永久放棄した、平和憲法9条を無力化した三大安保文書制定を前後して、韓日が想像しかった時期だった。そして11年、新しいインド太平洋地域環境は急変した。中国の浮上とロシアのウクライナ侵攻、北中密着と新冷戦、台湾海峡緊張、国連安全保障理事会の無力化など、韓半島をめぐる状況のどれも容易ではないと。ただ、インド太平洋地域で中国の脅威を明文にした日本の役割論の浮上に対して、韓国はどれほど精巧な戦略を練っているのか疑問だと、どんどんと。普通の国家化反対。日本が普通の国家になることは反対。のような時代状況に遅れたスローガンだけに注着するのではなく、10年後に戦略を組む水岸と均衡水バランスですね。はい。水岸とバランスが必要だと。今日のウクライナが明日の東アジアになる可能性もあると警告した岸田首相のアメリカ議会演説のように、明日の韓半島が似たような状況にならないということはないと言ってます。はい。頑張ってもろって。はい。ということでね、危機感を持ってらっしゃるのかな。はい。ということでね、それではこれで、終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは、また。